お久しぶりです。いや、暑いっすね。この前ですね、CLA の紹介の動画を撮ったんですけど、その動画を見ていただいてですね、お客様が来店してくださって、で、それで見てきましたって言ってくれはって、しかも、その車を購入してもらったということがありましてですね、これやっぱ YouTube やっててよかったなっていうふうにあんまり思いましたし、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。で、今日はですね、で、今2台並べてます。CX5 と CX8。2台の比較をしたいと思います。で、どっちもね、マツダの、いわゆる SUV の中で人気のモデルなんですけども、2台用意してるのは一応、どちらもディーゼルです。ディーゼルエンジン。で、マツダの CX5 と CX8 は、エンジンが2パターンですね。ガソリンとディーゼル。で、今日はそのディーゼルの2台用意してるんで、その比較をしていく。まあ、比較というか紹介ですね。していこうと思います。これ今、マイチェンしてるみたいなんで、今、これマイチェン前の形なんで、ちょっと見た目があれですけど、今、うちにあるのが、この形が今ないんで、それで紹介をしたいと思うんですけど、まあ、大きく違うのは、基本的には、5人乗り、7人乗り、6人乗り。っていうのが選べる。こっちは5人しか、CX5 は5人しか乗れないですけど、CX8 になると、6人乗り、プラス、7人乗り。この設定がありますと。はい。まあ、それが奥も大まかな違いになります。で、もちろん長さも変わります。で、幅が実は同じぐらいなんですよ。なので、正確に説明すると、CX5 ですね。幅が 184.5。で、CX8 の方が184なんで、サイズ感同じぐらいで取り回しがしやすいっていう風な、まあ、サイズ感になってると。はい。というところの比較ですね。で、さらに長さの違いっていうのが結構あるんですよ。CX8 幅490です。4メーター90、約5メーターぐらいですね。CX5 が457。なので、まあ、大体でも30センチぐらいですかね。長さが違うんです。で、その分、8の方は3列シートになるんで、まあその分、人が乗れますよ。で、高さが、CX5 の方が169です。CX8 が173、4センチの違い。で、あと、デザインですね。CX5 の見た目のヘッドライト、この、ヘッドライトが変わってます。まあ、いわゆる新型のヘッドライトですね。で、こっちの CX8 も、今、新しい形が出てるんですよ。マイナーチェンジしたやつ。もう、CX5 と同じデザインのライトになってるみたいなんですけど、今、うちにはその型がないので、このデザインで紹介していこうと思います。で、まあ、グリルですよね、最初のね、違い。5のグリルは、こういうデザインになってます。めっちゃ洗いにくそうだ。まあ、洗車の時は大変ですね、これね。洗車泣かせのね、ホイールです。ホイールじゃない。グリルですね。で、このヘッドライトってね、かっこいいですけど、なんか BM っぽいですよね。と思いません ?BM っぽい。この2個の。本当に似てますね。まあ、いい意味でね、BM かっこいいんで、そういうのでね、かっこいいデザインになってきて、キリッとしてる印象がありますね。ベンツとかみたいに、このエンブレムの中にセンサーが入ってると。そういったデザインになってますね。前のマツダ車に比べて、多分このエンブレムのサイズもだいぶ変わってますよね。大きくなってますよね。中のそのシステムが良くなってんのか、ね、デザイン性を強調してんのがあれですけど、まあ、ベンツみたいにどんどんデカなっていってて、そのうちほんまにこれぐらいになるんちゃう？ね。じゃあこの流れで CX8 も行きましょうか。幅はね、さっき言った通り同じぐらいなんで、何回も言ってますけど、ただグリルのデザインがこれ、横デザイン。洗車しやすいですね、めちゃめちゃ。このシルバーのこのメッキの部分がね、5に比べて結構食い込んできてるのかな、ここまで。で、やっぱ横のこのラインを採用することで、こうなんていうか、幅は変えずとも、まあ大きなサイズに合うようになったデザインになってるんじゃないかと。どっしりしてる印象が、CX8 にはあるんじゃないかなと思います。で、ヘッドライトはね、ここが一部、ここがくるっと光ります。後ろのテールですけど、CX5 の方は前と同じように
この2つがこう光る、ケッケッと。ちょっと前に出た、あの前のヘッドライトと似たようなデザインになってます。で CX-8 の方も同じく前にヘッドライトと似たようなデザインになってて、ここがくるっと、丸いデザインになっているというところですね。続いてね、内装の説明をしていきます。内装、まあもちろんそのさっき言ったみたいに、3列シートと、ね、2列シートって違いがあるんですけどね、これちょっと特別仕様車なんで、内装の、デザインがこういうグリーンが使われたりしてね、ちょっと普通のモデルとは違うんですけども、これのラインとかステッチとかですね、そういうのが、まあ、ライムグリーンになってると。で後ろのシートはこんな、まあ、普通のいわゆる2列シートで、あとは、まあ、トランクのところとかですけど、まあ、電動でトランクになってるんで、電動トランクで、トノカバーもちゃんとついてますし、この下もちょっと若干荷物入れになってると。しかもなんか多分タイヤの跡、なんかその素材がなんか濡れてもいいような、まずね、これも濡れても良さそうですね。濡れたものとか置いてもいけるっていう、まあ、アウトドア仕様になってるんでしょうね。でシートが、64で分かれてますね。64だからこっちだけ倒してこっちだけっていうのができて、こっきの荷物を積んだりっていうのもできると。でこれって、まあ、こういけるな、ここのレバーで倒れると。で多分これ倒したら、ああこういう風に倒れるな。もう中は結構ね、似てます。でさっきの CX-5 はナビのサイズが 10.25 なんですよ。でこれも多分 10.25 ですけど、本来は 8.8 らしいですね。でオプションで 10.25 できるらしいです。まあ3列シートですからね。ほんで後ろにもシートヒーターついてます。なんか後ろだいぶ2列目広そう。うん、これ6人乗りのタイプなんで、まあここがね独立してるんで、まあここ真ん中通って歩けるっていう、それがだいぶいいですし、結構6人乗りがもう人気らしいですよ。よしよいしょこう囲われててちょうどいいぐらいの、しかもここないから、あの前が見える景色が、窓もまあまあ大きいし、で両側あの充電ソケットもあるし、ドリンクホルダーもあるし、これ嬉しいな、超嬉しい。うん、めっちゃいいかもしれん。まあ3列シートやったら、まあ後ろがねここまで来てるんで、荷物のスペースはこんなぐらいですけど、これも倒せるんですよね、もちろん。あ、はいはいはい、こういう感じですね、倒したら。だからシートアレンジがだいぶできますからね、まあいろんな形で乗ってもらっていいと思いますけどね。単純な、まあ、の紹介みたいな形になったんですけど、まあ大きな違いっていうのはやっぱりなんか長さの違いも、人数の違い、乗れる人数の違い、そういうところがね本当に違いではあるんですけど、まあ、あとはだからミニバンとか乗ってある人からね、ミニバンから乗り換えで考えて、まあ、今流行ってる SUV にあの乗り換えはるとかいうところであれば CX-8 で、やっぱり SUV の中でも、まあ、そこまでなんか何台7人とか乗りたいっていうわけでないわけじゃないんであれば CX-5 でもいいと思いますし、やっぱり、まあ、大きな違いって言ってもやっぱり長くなる分人数が乗れるっていうね、その違いが今回は、まあその違いがあるっていうのプラスそれぐらいの違いしかなかったっすね、逆に。なので今回まあそれだけになっちゃったんで、まあ次また他なんか、例えばこの車で何をしたらとかですね、この車とこの車でこういうシチュエーションで何かをした場合にどっちの方が使い勝手がいいとかっていうのも紹介できればいいと思いますし、次のまた企画をちょっと考えますんで、ぜひ楽しみにしておいてください。はい、いろいろ進行中ではあります。よろしくお願いします。ありがとうございました。